はい、こんにちは、ガクです。今日はスケボーを買ってみました。練習ついでに学校の周りとか滑りながら撮影できたらいいなって思います。それじゃあ準備して滑っていきます。学校の中の公園に来たので、これから練習していきたいなって思います。ちょっと慣れてきたので、学校の中スケボーで実際に回ってみたいと思います。学校の周りなんかちょっと坂になってて、スムーズに漕がなくても滑って帰れます。グラウンドが見えてきました。アメリカの大学はめちゃくちゃ広いので、こうやって滑ってもスムーズに走ることができます。というわけで、今回は学校の中を滑ってきました。で、今回買ったこのスケボーなんですけど、これクルーザーって言って、タイヤが柔らかくて大きくて街乗り用に適してるスケボーです。だからタイヤがちっちゃくて技をいっぱいやるようなスケボーではないんですけど、僕は普通に授業に行ったりとか近くのショッピングモール行く時に使おうかなと思ってたので、これを購入しました。あんまりスケボーは詳しくないんですけど、まずこのデザイン、山のデザインとこの表の感じが好きで僕は購入しました。今回購入したこのスケボーはランドヤッツっていうメーカーのディンギーっていう商品なんですけど、その中のデザインがサミットっていうこの山のデザインのやつを僕は購入しました。値段は$120ぐらいで、けどGoogle Express を使って購入したんですけど、初めての購入だったので 20% オフで結局$100ぐらいで購入することができました。もっと安いやつは安く買えるんですけど、ある程度安定したやつが欲しかったので僕はこれを購入しました。一応公式ホームページを下の概要欄のリンクに貼っておくので、気になる方はぜひ見てみてください。スケボー買ったのも練習するのも初めてだったんですけど、初日の割には乗れたのかなって思います。アメリカの大学、特にサンフランシスコとかだと普通に学校の教室間移動とかでスケボーを乗って移動するっていうのが結構普通に見られる光景です。多分体感として自転車よりスケボーを持ってる人の方が多いんじゃないかなってぐらいです。僕ももっと練習して、どっかショッピングモール行く時とか学校の教室に行く時とかスケボーを持って行けるぐらい上手くなれたらいいなって思います。最近のスケボー事情として、電動のスケボーって分かりますか？バッテリーがスケボーの中に入ってて、それでコントローラーを手に持って自動でスケボーが走るっていう、そういうのも最近アメリカでは流行ってきてます。多分日本だと普通に違法なんだと思うんですけど、こっちだとまだまだスケボーは移動手段として認められている感はあります。というわけで、今回はアメリカでスケボーを買ってみて学校の中を滑ってみた動画を作ってみました。他にも Twitter とかブログとか Instagram もやってるので、よかったらぜひフォローしてください。あと、こうやってアメリカの留学生の雰囲気を届けられるような動画を作ろうと思っているので、気になっている方はよろしければチャンネル登録もお願いします。というわけで、この動画は終わりにしたいと思います。じゃあね。